こんにちは。ここは福岡県北九州市八幡西区 JR 九州の黒崎駅ですけれども、ここは黒崎駅のすぐ横にあります筑豊電気鉄道、筑豊電鉄の黒崎駅前駅です。ちょうど今電車着いたところです。立ち客の方もたくさんいらっしゃったみたいでね、かなりたくさんの方が下車されてます。すごい利用率ですね。今日は5月の3日ということで、ゴールデンウィークの中日でもあります。今回はこの黒崎駅より西に伸びておりました西鉄北九州線折尾までの線路の廃線跡を巡ってみようと思います。よろしくお願いします。筑豊電鉄は西鉄の子会社というような意味合いでもあるんですけれども、ここから直方市、福岡県の直方市まで結んでおりまして、この電車は筑豊仲間行きということで、途中の駅までしかの、走らないんですけれども、直方駅と仲間駅が、ね、1本ずつ交互に出ているというような感じになっているようです。まずはこの筑豊電鉄と西鉄の北九州線折尾方面の線路が分岐していた熊西駅まで、この電車で移動します。今お客さんほとんど乗っていないのでここで喋ってますけれども、今現存する筑豊電鉄で最も古い車両ということになっております。3000系、この前に1000系、2000系とあったんですけれども、1000系はすべて退役しまして、2000系は残り2編成のみ、実際に運用に使われているのは1編成のみといった状態です。はい、2つお隣の熊西駅までやってきました。電車が出発していきます。これちょうど、ね、今向かい側からも次の電車がやってきたんですけれども、あれはあれですね、阪海電鉄、大阪の阪海電車との、塗装を交換したやつで、阪海電車の塗装を施した筑鉄電車です。いや、電車で来れば結構近いですね。前ここ来た時ね、歩いてここまで来たことがあったんですけど、やっぱり早いなと思います。今現在黒崎駅前のあたりはですね、あそこのあたりで、バイパスの道の、ね、設置工事、建設工事を行っている関係で、黒崎駅前とその一つお隣の西黒崎の間といいますか、西黒崎駅の運用が今休止になっているということになっておりまして、黒崎駅出たらね、次は熊西です。あ、そうかそうかそうだったということで、日本で最も短い駅間の一つでもある黒崎駅前と西黒崎の間、200メートルとなってたと思うんですけれども、そこをすらりと通過して熊西にやってきました。で、西鉄北九州線の電車もここまで線路を同じ線路を使って、走ってきておりまして、ここから先の部分で、折尾方面へ分かれていくということになります。かつてはこの辺りから筑豊電鉄直方方面と西鉄北九州線の線路が分岐をしておりました。その分岐の跡がね、河川中にも残ってますね。特に今回は歴史云々ごたくには触れず、ただ純粋に廃線跡を巡っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ここまで何も説明してないんで、もうお分かりいただけるかなと思うんですけれども、そのような形で参りたいと思います。筑豊電鉄は西鉄電車と離れた後、このまま左にカーブをしていきまして、この先の萩原という電停に向かいます。415系だ。これは折り折り返しではないな。門司港行きということでやってきました。8両だから、これ今の時間帯がね、9時とかなんですけど、もしかしたら長崎本線、あっちの方から来たやつかな、肥前山口とかね。筑豊電鉄線から分かれた西鉄北九州線はしばらく JR 川島本線の横を並走する形で走っていきます。甲ヶ崎ということで、なかなかね、候補しい名前だなという地名があるんですけれども、この辺り甲ヶ崎と言いまして、次の西鉄電車の電停も甲ヶ崎電停でした。今黒崎方面を見ております。左手にありますのが JR 鹿児島本線、そして正面ね、ちょっと草がうわーっとゴムしてるあの辺りに、かつて西鉄路面電車の橋梁の、土台があったと思うんですけど、反対側ね、こちらのように こちらにこのように、レンガでね、残っております。ここに橋台がありますね。まさしくここをこちらに向かって走っていっていたと
ということになります。あの JR の方の橋脚もね、古いところはな感じでレンガが残ってまして、同じような時期に作られたのかなというふうに思うんですけれども、こんな感じですね。この辺りの甲ヶ崎という地名はかつて神宮皇后が、この辺りにちょうど上陸されたといった伝説からついている名前ということだそうでね、なかなかやっぱり由緒ある名前の場所みたいです。甲ヶ崎の電梯自体はね、もう少しこれを越える西に行ったところにありました。今歩いておりますこの道のちょうど右側ですね、今住宅がずらーっと並んでいるこの辺り、この住宅が建っている場所がかつて西鉄北九州線路面電車の線路があった場所ということになります。駐車場の下の砂利のところとかそのまま石使ってんじゃないのかなとか思うんですけど、違うかな。人様のね自宅になっているところまじまじとは映せないんですけど、たまにこんな感じで、まだ家が建っていないような場所もあります。そしてここねよく見ると道路みたいになってるんですよね。道路が昔ここに走っていた、おかしいですね、ここにも道路があって、そして反対側、線路を挟んだ反対側にも一応道路はあったんですけれども、真ん中、廃線になった後もまた道路になったというようなことになっておりまして、これ何なのか、バス専用道のなんか実験をここでやっていたそうです。廃線になった直後はまず普通に家が建つとかではなくて、まず、西鉄バス代替機関となります電車の代わりにね、西鉄が、じゃあ電車の代わりにバスを走らせますよということで、バスを走らせるということになった際に、ここに今社会実験みたいな感じだったんだと思うんですけれども、バス専用道というのをずっとここに引いていたそうです。今もうね あの部分ぐらいしか残ってないと思いますけれども、当時西鉄電車が引かれた頃はこの線路の周りは全部畑、田んぼ、何もなかったみたいです。それが今こんな感じになってますんでね、ガバッと視界が開きました。あの奥に見えますのが JR 九州鹿児島本線陣の春駅です。これが2000年に開業した、まあ、駅になるんですけれども、この駅の開業をもって、西鉄の路面電車も廃止というような感じになった、なかなか関係の深い駅でもあります。そしてちょうどこの辺りですね、この辺りに西鉄の次の、甲ヶ崎駅がありました。陣の春駅じゃないんですよね、陣の春駅はもう少し、先に進んだところにあります。甲ヶ崎駅がここにあります。結構熊西駅からは離れてますね。もともと西鉄の路面電車がどんどん廃止されていく中で、この黒崎折尾間が最後まで残った理由としては、この代替の道路が、ね、なかったということがあるみたいです。まあ、すぐ横3号線国道3号線がほぼ並行して走ってはいるんですけれども、そこを、ね、バスがこう走っているようなところではなかったということかなと思います。まあ、少なくとも全くぴったり寄り添ってね、黒崎よりも東が小倉方面砂津方面の路面電車区間ではなかったので、全くもって同じ場所を走っているわけではないということから、もう少しこう廃止が伸ばされたということかなと思います。それで、まあね、結局西鉄の北九州線黒崎折尾間も廃止にはなる、2000年に廃止になってしまったんですけども、その際に、この辺りでその西鉄電車を使っていた人の、まあ、救済ではないですけれども、そういった意味合いを兼ねて、当時まだ折尾と黒崎駅の間結構ね距離5キロか6キロかそれぐらいだと思うんです、結構長い、駅間がありました。その間に駅をもう一つ設けることで、そこを、まあ、補充しようといったような考えが、あったようで、それでできたのがこの陣の春駅。もともとここには何だったかな、東折尾駅かなんかの貨物のなんか駅があったんですよね、といったところです。そしてこれずらーっとこうまっすぐ続いております。この道は昔からあります、昔からといいますか電車が走っていた時代からありましたけれども、この左手の、この住宅がずらっと立っている部分、ここがかつて、電車路面電車の、西鉄電車の線路が敷いてあった場所ということになります。これまた反対側もね同じように道路があって、道路に線路が挟まれるような形でずっと走ってたわけですね。西鉄の路面電車は結構高規格に作られていたようで、都市間高速輸送というようなニュアンスもあった路面電車、結構文字からねずっと小倉通ってこの黒崎折尾で結構な路線範囲で、商業都市やら工業都市やら港町なんかを全て結ぶというようなかなりの大きなアーバンネットワークでしたので、やっぱり速度もね必要になってくるというようなところもあったかと思います。路面電車ではあったんですけど、専用軌道区間もかなり多くて、ここもずっと専用軌道区間だったわけですし、戸端の方にも専用区間はかなり残っていたということになるわけです。
私もかつてここ北九州線現役時代に何度か乗りましたけれども、本当にねよくあの飛ばすところではね、揺れるんですよ、横に揺れるんですよ。あのなんていうんですかね、ボギー車なんですけれども、列車がねこう走っていくとこういう風な揺れ方をするんですよね。こうじゃないんですよ。だからなかなかね面白い、横に揺らされるというような感じの高速爆走運転をね維持量の単車がやっておりました。この左手の部分は間違いなく、まあ、少なくとも2000年以降に建った住宅ということになりますので、対して右側は、ね、それより以前からあった、建物ということになります。また以前からあった建物が多いわけです。もう見て大体わかりますね。さあ左側の建物は比較的新しい、ああ右側は結構古いな。あの信号がある場所がね、先ほどの甲ヶ崎の電停があったあたりなんですけど、これまたずーっとこんな感じで進んでおりまして、次のね神之原の電停はあのカーブを曲がった先ぐらいだったかな。本当に結構ね駅間があったんですよね。その間ここを爆走して走っていたということで、普通のね路面電車からするとねだいぶ駅間がちょうど少なかった区間なんだなということがわかります。まあ、建設当時それだけあの高速輸送に重視して作られたということかなと思います。もうこの間ねもう2つぐらい電停設けてもよかったんじゃないかなというふうな気もします。まあ、今これだけ家が建ってるんでねそういうことを言えますけど、当時は本当にこの辺り線路以外何もなかったそうなので、その時はね本当に黒崎と織尾の間をなるべく早く結びたいということで、そんなふうな形で電停が作られていったんじゃないかなと思います。こうちょうど上が道路が通っておりまして、その下を路面電車がくぐっていた、西鉄電車がくぐっていた場所なんですけれども、特に中にはそれらしいものはもう残ってないようですね。もしかしたらバラストの残りとかは残ってるかもしれないです。あ、でもこの辺は多分本当に線路を剥がしただけで、あとはそのままになってるのかもしれないですね。バラストは多分あれそのまま残ってるのかな。枕木は剥がされちゃったかもしれませんけれども、そんな感じのところですね。ここ甲ヶ崎神之原ストレートを過ぎると緩やかに右にカーブをしていきます。そしてあの辺りでとりあえず線路跡に立った住宅地というのは、一旦終了しまして、道路に転用されていきます。廃線跡が住宅街に転用された区間はここまでとなりまして、ここから先は道路ということになります。この幅の広い歩道はまさしくその分だけこう広げたという感じですね。この左側の道路の部分もかつて電車が走っていた場所で、ここちょうどこの真ん中ぐらいを走っていたのかな、整備がされてこのような形になっておりますけれども、この歩道の模様がねなんとなくこう線路を模しているんじゃないかなというような気がしてならないんですけども、いかがでしょうか。まさしくここにかつて電車が走っていたことを表しているようにも思います。ちょうど今のねあの通り過ぎてきたあの家が切れるあたりに神之原の電停がありました。あのすぐ横の大衆食堂屋さんは昔からあるやつだと思うんですけど、だからちょうどあの横にね大衆食堂屋さんのところにつながるような形で、倉崎方面駅の電停がありました。反対側ね踏切の向こう側ということになって、今もう完全に住宅になってしまってます。次の電停は織尾東口ということで、織尾の名前が出てきました。その次はもう最後終点織尾駅です。わずか間の駅はね4駅3駅かな、熊根市を除けば、甲ヶ崎神之原で、織尾東口織尾ということで、結構ね5キロぐらいあると思う、もうちょっとあるのかなぐらいの区間にたったそれだけの駅しかないということで、駅間距離も結構長いんですよね。この辺から先ももうほとんど新しくまた住宅がこう建ちようとしているようなところではあるんですけれども、ほとんどねもうじゃあ何ももう残ってないんじゃないのかな、そんなことはなくて、ちょうどこの位置ですね、ここ旧機用地というふうに書いてございます。これは何なのか、 西鉄の前身であった九州電気軌道、その時代からここの用地でしたよということで、ね、旧機用地というこの残っているんですね。こんなのが残ってるんだなという感じです。この神社も古い頃からあるものですから、当然その時代から、ここに残っているわけですけれども、これぐらいしかもうないじゃないかな。ほとんどねあとはもう開発され尽くしてと言いますか、開発の手が入ってしまって、かつての電車が走っていた名残というのはもうほとんど見ることができなくなっています。
この新しく家が建っている分少しこう高くなっているようで、このようにねこう左に向かって土地が上がっているんですけども、道路の位置はこう下がっているんです。下をこう行っているわけです。でかつて、西鉄電車が走っていたのはこの右側のちょっと高くなっている部分で、その名残があそこにあります。築堤として残ってますね。ここ今まさに分譲中だそうですよ。かつて西鉄電車が走っていた後に建つ家いかがですか。この辺りというのは要するにこの土地を削ったっていうことなんでしょうね。元がねこの高さのはずなんですよ。この高さまであった部分をこうガーッと削ってという形で、ここはねだからちょっとこう暗渠じゃない、あの上にこう橋をかけて、西鉄電車が走っていっていた、そういうことになるかと思います。ちょっと向こう側回ってみようかな。こちら側はこうコンクリートの壁が残るだけでした。特に鉄道っぽいものはなかったですね。そして道路も少しずつ高度を上げ始めまして、線路の敷地と同じレベルまで上がってきます。そうするとねこの奥にまた JR の鹿児島本線が見えてきます。かなり幅広く残されてますね。バラストは普通のなんか違うね細かい採石に入れ替えられておりますけど、なんか駐車場とかで使ってるのかな。この先行き止まりとなっておりまして、この道はこの先でなくなってしまいます。すぐ左手に国道3号線が迫ってきまして、国道3号線とこの路面で西鉄電車の線路に挟まれる形で、道は終わっているわけです。この先本当になんか車屋さんみたいな感じかな、ケンキ屋さんということで、あとはね本当にもう何もないですね。上がる道もなさそうだな。この上が、国道3号線なんですけど、そこに上がる道もないということで、この辺りで引き返そうと思います。ここをかつて西鉄電車が走っていました。すぐもう鹿児島本線の横ですね。多分ねこれはね後から入れられた石、敷石みたいなものなんですが、こちら側のはね本当に西鉄電車時代のバラストだと思います。この赤いサビみたいなのがね電車から落ちてつくサビだと思うんですよ。こんな感じの色になるんですけども、そうじゃないかな。先ほど通れなくなっておりました自動車屋さんのすぐ奥まで来るとね、線路はもうすぐ道路の真横までやってきます。あそこも一応なんか道が間にあるみたいですけど、あれはあの辺のなんかこう裏に回ったりするような人たちが使う道なのかな。廃止後20年以上経ちますけれども、やはりちょっとね立地条件が悪くて、これ国道のすぐ横で、さらに国道のレベルが高すぎてアクセスするのがちょっと大変な敷地であり、反対側には JR 鹿児島本線、かなり騒音に囲まれた場所ということもありまして、利用する方法が見つかってないといった感じですかね。かつては河川中も昔のものがそのまま建てたんですけども、今多分建て替えられてます。清田2丁目というバス停がありまして、ここもね、道こんな風にバス停のためだけに外にぼっこりと広がっておりますけれども、路面電車は西鉄電車が走っていた頃は、そういうことはなくて、まっすぐこのままね、こう道路が向こう側まであったようです。まあね、このコンクリートの作り方見ても全然違いますもんね。こっちの方が古いですね。国道3号線との並走区間が終わると JR 鹿児島本線に沿って西鉄電車の線路跡も右にゆっくりとカーブをしていきます。ちょうどここですね。なんか草が青々としてますけど、一応道があるみたいですね。ここ柵があるんですけど、両方こう扉が開いておりまして、であそこを通り抜けることができるようになってます。通り抜けていい場所なのかどうかちょっと分かんないんですけどね。ちょうどここが西鉄電車が走っていた場所で、柵と柵の間には橋がかかっていたということになりまして、これその橋の台と思ったら違いますね。これなんか、マンホールがこうありますけども、どうなんだろう。でもきちっと整備されてるから入ってもいいのかな。入って向こうにこう通り抜けることができるようになっているようです。あ、すごいな、ここは秘密基地みたいだな。これずっとね鹿児島本線の下を通って向こうまで抜けられるようになってますね。面白そう。これちょうどね道路の正面に信号がありまして、清田の森という大きな公園があるんですけど、そこに繋がっておりまして、その道みたいで結構お客さんといいますか、人通ってるみたいですね。あんな感じでね、3号線沿いに来ておりました。だいぶ線路跡と離れてしまいました。あそこにあるのが鹿児島本線、 JR の鹿児島線線路で、あの手前に西鉄電車の線路もありましたんで、また向こうに今度向かいましょう。
橋渡ってから行った方がいいな。あー、ここ歩道橋のなんか掛け替え工事でもやるのかな。反対側はね、歩道橋にこう上がる階段があるんですけど、こちら側が撤去されておりまして、こう工事のね、こんな感じ、工事が撤去された歩道橋がここにありますけれども、奥にありますあちらの緑色のガーター橋が西鉄電車のガーター橋、これ残ってるんですよね。20年以上ずっとここにこのまま残っております。結構綺麗な状態で残ってますね。まあ、撤去するよりは残しといてもいいだろうってことになったんだろうけど、どうするんだろうな、この後。この区間、緩やかなカーブをしている区間でもあって、この画面奥が黒崎方面ですけれども、左にカーブをしていくと、先ほどの国道3号線と鹿児島本線に挟まれる形になる場所です。また、415系が来ました。これあれかな、折り用折り返しかな。毎時1本、文字方面からやってきて、折り用で折り返していく415系があるんですけど、それかな。あ、ここ今、工事用の道路に転用されてるんだな。そこの中はね、工事用車両しか今通ることができませんということになっておりまして、ここに境界標があります。西鉄と書いてます。ピカピカ、結構新しい境界標ですね。多分これが西鉄の境界標なんだろうけど、コンクリートの際で、アスファルトで埋まっちゃったんで、あそこに建て直したとかかな。まあ、こんなとこなんですけどね。それでは折りを東口の方へ向かいましょう。いいですね、こういう古い路地、これぐらいの幅の街、この道がね、ずっとあってくねくねして、その周りに家が、昔の古いこう、まあ、入り入ったところの住宅地という感じで大変良いです。すぐ横を、かつてはこれでね、西鉄電車が走っていたわけですからね。いや、いいな。今鹿児島本線の方はだいぶ整備をされまして、今年2022年に新しく、また折り駅のね、関連で、かつてはね、この手前の方に今線路あそこありますけど、残ってますけれども、あそこを走っておりました。それが線路の付け替えが終わりまして、全て奥の鹿児島本線の線路を走るということになりました。手前の今畑になってる、あの辺が西鉄が走ってたとこかな。手前のね、道路はまた、ここ道路自体はあったような気がするんですけど、どうだったかな。ここからかつての線路跡のすぐ横を行けるみたいですね。踏切は一応通れるようにはなってるけれども、工事専用車両、かつての西鉄電車の線路跡は工事専用車両用の道路に今転用されてます。まあ、JR 鹿児島本線の折尾駅の工事の関係で、この辺の道路はいろんなところが通行止めになっているようですけれども、はい、やってきました。ここが、西鉄電車折尾東口の電停があったあたりということになります。右画面右、こちらが黒崎方向で、こちらが折尾方面ということになっていまして、あ、ずーっと奥まで、あ、でもこのスペースは電停のスペースがそのまま残ってるんじゃないのかなと思います。折尾方面はこちら側に電停のホームがあって、黒崎方面はちょうどこの辺りにあったはずです。工事用道路だいぶ飛び飛びになってこうありますけれども、ここにね、遺構らしきものを発見しました。これレールです。この住宅のすぐ脇にあります、このコンクリートを支える部分にもレールが使われております。これが果たして西鉄の電車のレールかどうか分かりませんけども、どうなんだろうな。結構古いですよね。このコンクリがいつ打たれたかちょっと分かりませんけども、ここにもありますね。ただ少なくともこれは西鉄電車のレールじゃないのかなと思うんですけど、どうかな。なんかそういう刻印とかって残ってないもんなんですかね。ここかさ上げされたとかいうか、ここ下に掘ったのかなと思ったんですけど、ここに西鉄の古い境界標を見つけました。これ西鉄の社紋ですよ。これ古いやつ、こっちからこっち側にもね、あれとあると思うんですけど、これほら、これ古いやつそのままここにあるのか、移設したのかな。コンクリートが一緒にくっついてきてるんで、ここに移設したのかもしれないですね。おー、西鉄と漢字で書いてあるものではなくて、社紋でもって西鉄を表現しています。ここはかつて鹿児島本線から分岐して筑豊線の線路が走っていた場所ですけれども、線路はすでに取り払われてますね。架線もない。西鉄電車の軌跡が残ってますね。この黄色と黒のゼブラゾーンは、踏切の横にはだいたいこういうものがあるんですけども、これ新しく塗り替えられてるのかな。
この少なくともこの道路に塗ってあるやつはね、新しく間違いなく塗り替えられた後なんですけど、いやこれもでも新しいな。そしてここから先折尾方面はもう完全にこのような感じで道路になっております。ここはもう工事用道路じゃないのかな、でもこう柵がねしてあるんで行くのはやめた方がいいかなと思うんですけど、入るなとは書いてないし、あそこは歩いてる人もいるし、この中に家もあるんで普通に公共の道としては通って問題ないように見えます。あ、大丈夫そうですね。向こうの端っこはね、あの歩行者が通れる用のスペースが空けてあるので、あそこから入ってこれるようになってますんで大丈夫です。この辺りは比較的幅広く道が広げられておりまして、線路の範囲以上にこう開発されてる感じですね。もともとこんな横に広かったのかな、土地をだいぶこう潰していってるような気もします。まあ、綺麗なこう道路ができてますんでね、道路転用された場所でもその隅の方のバラストはやっぱ昔のまま残ってますね。たまにこういう木がこうボバッとあったりするんですけど、これは枕木とは関係なくて、もしかしたら河川柱だったかな、河川柱は木だったかコンクリだったかもう覚えておりませんが、折尾東口からまっすぐ折尾駅に方面に走ってきた西鉄電車は最後の右に緩やかなカーブを描いて折尾駅へ進入していきました。そのカーブの部分ですけれども、同じように工事用車両の道路として転用されております。ちょっとずつ高度が上がってますね。西鉄の折尾駅はできた当初はね、平屋のなんか2階建てかなんかそんな感じだったんですけど、1回火事かなんかで焼けてしまって、その後3階建ての、建屋に、建て替えられまして、その際は3階部分が電車のホームとして、使われておりましたんでね、結構高いところに最後終着するということになります。これちょっと上がってって、あそこで道は終わってるな、行くことはできないんでこの横を進んで見てみましょう。道はどんどんこう下に下がりますけれども、電車の線路はね、あの高さですね。でこんだけ高さがあればもう十分3階に行ってしまうというわけで、もう折尾駅はすぐ目の前、そこにね、もう JR の鹿児島本線折尾駅の建屋が見えてきました。ちょうど折尾駅、JR の折尾駅の建屋が見えるこの場所に、かつて、手前の場所ですね、今何もございませんが、路面電車、西鉄電車の折尾駅がありました。でそこにつながる高架橋、これがね、レンガの橋がこのように残っております。4電アーチかなんかだったかと思うんですけど、手前の3連の部分が残されておりまして、このもう一つ奥の部分は、筑豊線の JR の短絡線が走っておりまして、それをまた越すような感じにもなっておりました。で特筆すべき点これですね、これレンガの内側なんですけども、これ斜めにこうね、セリがこう巻いてあるんですね。ねじりマンボという言い方で、マンボというのは、トンネルのことで、こうねじって作ってありますよ。こうすることによって、強度がかなり高くなるということだそうです。でこういった作り方をしているのは、ね、30箇所ぐらいしか日本には、ないといったことになっております。かなり貴重な、建築物ということになります。こちらの下に道路が通っている部分はね、こんな風にねじってあるんですけど、お隣の方、こちらはね、ねじってないんですよね。そのまま普通の、セリが巻いてあるといったところで、ねじりマンボと普通のトンネルがこう続いているというところも、ここしかないということになって、かなり貴重な、遺産ということになります。あ、一番こっち側はなんか四方向みたいなのがついてんだな。昨日の夜雨が降りましたんで、こう水がね、色こう上から滴ってますね。こうね、再開発の際に崩すという方法もあったと思うんですけど、あえてやはりそういった貴重な遺産ということで残しているということになります。で、あちらがね、西鉄電車の駅があった場所は、その駅を支えていた柱があのように残されております。あれそのままの柱 なのか、だいぶこういろいろね、まあ、化粧はしていると思いますけれども、今あそこは駐車場になっておりますけれども、あそこにかつての折尾駅がありまして、この手前の今はもう廃線になってしまいましたけれども、筑豊線の短絡線を上でまたいでいたということになります。結構早いうちに河川柱取っちゃったんですね。バキバキにこう折られてるんですよ。これこんな感じで撤去するんですね。まあ、せっかく最近大きく変わった JR の折尾駅まで来ましたんで、その様子もねちょっと見てみようかなと思いますけれども、2022年ですね、今年からの使われなくなってしまったこの旧線の後、柵内への侵入を禁止しますということで、ホームも
撤去されてますね。これ線路なんでこっち側だけ先に撤去しちゃったのかな。まあなんか理由があるんでしょうけどね。はあ、ははあ、は。まだね若干こう光が照り面が残っているかというような気もしますけども、やっぱり錆びてはきてますね。保留駅が切り替わる前からこれ設置してるみたいですけれども、切り替わる前はここにね、高見口というまた A 番 B 番乗り場というのがあって、今これがもう今使われなくなったんです。短絡線切り替わりましたということで、マスがましたにね、9月15日、これ歩道かの話ですけれども、こんな感じでね、あ、これ9月1日に、これ去年の話だな、結構前から設置されてたんですね。ここにきちんと説明書きが残っております。1914年ですね。1914年ということでね、実は、この歴史のある立派な駅舎があった織尾駅も今解体されてしまいましたけど、これができたのが1916年ですから、その織尾駅よりも2年も早くこの西鉄電車の織尾駅ができていたということになります。ここもね、実はすごい駅舎だったんですね。ねじり万歩の説明があります。今残っている3連のとは別に6連がこの駅舎の方に残っていたということで、こちらはねもう解体されて現在残っていないんですけれども、こんな感じだったそうですね。この立ってる柱はね綺麗にこう化粧されてますけれども、この説明台が置いてあるこの台のこの部分は本当にその残されていたレンガのまま使っているということになっているようです。織尾駅の様子は大きく変わってしまいましたけれども、このあそこの3連のアーチだけは当時のままずっと残り続けているというところで、この動画はここまでとさせていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。